池永さん、そういうところでは、今、どういうところに、の、思想というか、あるんですか？そう、まあ、だからそういう言ったように自分がいいなと思うことはいくつかあるよ。何でいいなと思うことは集めてるけど、それが特定の気になる人がどうとかってそんなのはあんまなくて、できるだけいろんな本を読んだりとか、いろんなものを見たりとか、なるほど。相方を知って自分なりのなんかこうスタンスっていうのを固めていけたらいいなっていうふうに思ってるけど。今一番お気に入りなのが経験論ということですか？いや、だから、経験論とか、社会契約説は別に興味があるわけじゃない。気になったから。説的なやつ。ん？なんとか説。俺は、今、マルクスが一番、人的にはマルクスの、マルクス主義ってやつが気になってる部分なんですけど、今、哲学書を読み進めてるのは現象学なんです。なんかそんな感じで、今そういう気になってるとか、相対してる哲学っていうのはあるんですか？テーマということね。そうやね。何やろな。まあ、今読んでるのはニーチェやけど、別にニーチェみたいから読んでるわけではなくて、こいつはこういう考え方してんねんなと思いながら読んでるけど、まあ別になんか思想がどうとか、なんか、そういうところに興味はない。なんか特定の思想に興味はない。なんかむしろフラッと降りたい。なるほど。偏見を持たずに全部行くみたいな。全部いけるかどうかわからんけど、別に全部いかんでもいいかもしれんなっていう。まあでもなんか今は面白いよね。その社会が面白いから、なんかコロナっていうこの状況で、政府が振る舞い方っていうのは、なんかもう、ほんまに、なんか、面白いなって思う。菅さんが違う文章を読んだり、そうなん、知らんけど。国会で、問題、質問されることは事前に聞いとくんでしょ、国会って。ブリーフィで、ングさん。それに対する回答を、もうそこの場に用意されてて、その質問に対してそれを読むっていうシステムらしいんですけど、その回答と違う質問の文章を読んだりしたらしい。疲れてはんの？ ほんまに疲れてるよね。もう寝てないよね。もともと半眼やん。こう目が楕円形やとしたら、上半分がフラットやんか、もともとの目の形が。寝てない。そうに見えねえ。まあでも、なんていう、ちょっとこう、まあ政府の立場で行くと、いろんなとこからいろいろ言われるわけや。飲そ食ら店もでなんでやねんとか、すごい言われてると思う。いろんなとこから、本当に。カフェはなんか飲んで開けさせへんねんとか言われるわけやか。で、そ今ないや回に、と思う。6月1日からは何？なんか緩和すんねやろ？そうなん。なんか新しい内容でね。百貨店は平日だけ8時まで OK とかなんかすんだよね。映画館までとか。でももうなんか物の見事になんか折衷案というか、いや緊急事態宣言やって言ってんのに、緩和すんねやみたいな。それみたいな。もうなんか目しきってて。だけどなんかもうなんか理屈のあえへんこと言ってるジャイアンみたいな。もうなんか悪くないみたいな。
それはもう、決算出ましたけど、えらいことになってるもんね。うん、だからまあその経済はまあそうなるのは分かってたんでしょっていう話だから、まあどうでもええねんけど、日銀は起こりまくったらええねんけど、うん、なんかこう俺はもっとしたたかなことを考えてんのかなと思ってる、政府って。ああ、もう水面下でね。そうで、なんかその緊急事態宣言を発動させた、まあ、初めの発動はさすがにそこまで用意はしてなかったと思うんだけど、今年に入ってから緊急事態宣言発動するときとかも、うん、去年の失敗を踏まえてやるやろうと、うん、当然変異株とかもそういうことは想定してんやろと俺は思ってて、じゃあなんかもう2回も3回も延長するし、範囲も拡大するし、うん、で内容は延長する割に緩和すんねやとか、その目に見えた形で折り合いつけようとする、その、なんというの、この計画性のなさというか、あ、もう官僚全員しんどなってんねんなっていう。その割に送別が行くんや、みたいな。なんか、息抜きは、もう、だから息抜きしたいんやないの。まあ、そうやと思う。いや、もうそれより寝てくれよって思う。それ置いといて。寝ろよって、ね、あの医師会の会長もなんかパーティー行ったりとかするわけやん、うん、ああいうのもあんな、ああもうあんなやって分かったけど、あの人はもう多分言うだけ番長だよと思って、立場上、そう立場上言ってるだけやなって思うわけやん。別になんか看護婦のこととか考えてるわけじゃないやん。そうね、そっち寄りじゃないもん。なんかそういうことを見てると結局バカばっかりやねんなっていう、なんかまあ言葉悪いけれども、疲れてるというか、もうちょっとこの4月から去年の6月から解除してから、当然シナリオはいくつか用意してるはずやねん。最悪のこれから悪化していくとか、うん、絶対複数プランがあって、それに対してどうこうするっていうのは決めていけたはずやねん。決めてんじゃないの。決まってるやろ。だって、決まってるやろ。決まってない、決まってない。決まってる、アウトラインは決まってるけど、その、詳細まで決まってないから、こんだけブレブレになる。当然、百貨店が、その、延長申請してくれ、じゃあ、その、緩和してくれっていうのは、想定してたと思うな。うん。でも、普通に考えたら、延長するのに緩和なんてするわけないやん。準備段階からそうしてたら、こうこうこういう理由で無理です。その代わり日銀にはこういう指示を出しますし、そのための追加金融緩和しますからとかっていうことを根掘るはずや、うん、でも業界の会長とかもなんかもうおかしいとか言い出すし、もう多分もうなんかオリンピックも含めてもう全部めっちゃかめっちゃかい、もうなんか誰もグリップ握れてない感じしてて、笑けんなと思って。もう多分一番根底にあるのはやっぱりその自民党の票が取れなくなりそうだっていうところが多分一番ネックなんじゃないですか。でいろんなところの圧力がかかってるんだ。だとしたらもうなんかそういうふうにその圧力自体がかかってるんならもうなんていうの、もう思い切ってやったらいいんやけどな。そのそれを想定できるやんって思うねん。それはもう準備の段階で分かるやんっていうところ。いや、それはもう前、うん、やるっていうところがなんでできひんやんなっていう、その調査のなさなのか経験値不足なのか、みんな目不足なんか知らんけど。俺は思ってんのは。